が来てますね。100人ぐらい来てます。大変なもんですからね。いやー、まあ、ツアーがやってくるということで、あまり来るなと言っても、これだけ来てしまったというのも大変です、ね。今日ずっとお昼からね、ずっと密着で取材してまして、バスでね、いろんなとこ行ってきましたけどもね、それは6月5日の、琵琶に出ますんで、ぜひご期待ください。はい、誰が来てるかな。そうですね。まあ、で、美穂ちゃん、美穂ちゃん。どうも、美穂ちゃん、こんばんは。こんばんは。はい、拍手。拍手。いいですね、静かでいいですね、この雰囲気はね、はい。さて、キュアのメンバーの皆さんにですね、美穂ちゃんね、いろいろと、自己紹介と、それと一番質問の皆さんから多かったのが、日本ではいつコンサートをするのかという質問があったので、その辺自己紹介とコンサート、美穂ちゃんにやっていただきましょうね。はい、よろしくお願いします。もうはい、どうぞどうぞ。ではでは、Could you introduce yourselves to each other?What's first?I'm Robert. Hello, I'm Simon. I'm Lawrence. はい、それで次は何を聞きましょう。日本にはいつコンサートやるんですか。はい。Okay, when will you come back to Japan for your concert? When? When? Unfortunately, not till after Christmas. でも何回も聞かれてるんで、嫌な質問だねと。嫌な質問だね。言ってるんですけど、でもいっぱい質問来てるんですけど、ね、クリスマス以降にツアーが始まりまして、オーストラリアが終わってから来ます。終わってから来ます。そうですか。はい、どうもありがとうございました。また後ほどいろいろな質問ね、やっていただきたいと思いますけど、さて、星子さんも交えまして、はい、たくさんの皆様方来ていただきました。スタジオ公開生放送という感じでお届けしていただくと思いますが、今日一つ、それではリクエストにお答えいたしまして、ビリーアイドルのこのナンバーをご紹介することにしたいと思います。お口くちゅくちゅもんだみん。まあ、今日は、いろいろとキュアの皆さんをお招きいたしまして、この後いろいろとやっていきたいと思いますけど、まずは、それではゆみちゃん一つ、はい、のプレゼントを。はい、そうですね、はい、毎週恒例の記念スタンププレゼントです。はい、今月はですね、ニュートンの記念スタンプということで、これをプレゼントいたします。はい、はい、もう皆さん知ってると思うんですけれどもね、ニュートンの引力の法則のきっかけとなったリンゴ、リンゴこっち側だ、はい、あれこっち側ですね、はい、それからあのビーカー、はい、その他カラフルなスタンプを15名様にプレゼントいたします。いいですね。お問い合わせはですね、こちら、はい、日英優秀協会でお願いいたします。はい、プレゼントの宛先はこちらで、お問い合わせの方はこちらでございます、はい、どちらとお寄せくださいませ。お待ち申し上げております。それでは一つですね、せっかくキュアのメンバーの皆さんが来ていただいたんで、 SVI の桑原照美さんをご紹介してください。桑原さん、どうもこんばんは。どうもこんばんは。でキュアが大好きなんですね。いや大変なもんで、大変なもんで、すごいですね今日は。でキュアのメンバーの皆さんのために一つ今日は素晴らしいソフトビジネス。さて、今日はキュアのメンバーの皆さんがいらしてるんですけども、 IC イラストコーナーは一体どうなってるの、心配してる方もいらっしゃいますけど、後でキュアのメンバーの皆さんに選んでいただこうと。そうですね、そういうことなんですね。はい、で、一つですね、キュアのメンバーの方いらっしゃったもんで、似顔絵を一つみんなに描いてほしいと、そういう企画をいたしまして、本人の自分の似顔絵じゃなくて、お互いからお互いの似顔絵を一つこの、これからのコーナーの後のコーナーで、みんなで発表しようじゃないですか。そういうことをやってください、皆さんもね。よろしくお願いします。はい、それではじゃあキュアのメンバーの皆さんが似顔絵を描いている間に、一つワールド展、世界のベスト展をご紹介することにいたしましょう。今週もかなりの変動があります。5月22日金曜日午後4時ちょうど CTC 報道部に、どういうワールド展になるんでしょうか、ちょっと楽しみですけどね。以上、世界のベスト10です。ロバート・スミスさんのイラストがすごい多いんですけれども、ほら、こちら、ね、ずいぶんといっぱいイラストが、そうですね、テレビの画面ではいっぱい出ておりますけれども、あ、本当にたくさんいただきましてどうもありがとうございます。で、今、ゆみちゃんの言っていた、イラストですけど、そうマダムこと戸部明美さんですか。はい、どうですか、このイラスト、ボリューセンカーってさ、イラストがいいし、鼻が大きいなんてね、こう今言ってましたけれどもね、はい、しっかりロバートのイラスト、かわいいっていう感じがいたしますけれどもね、リクエストもちゃんとキュアのいただいております、はい、それでは早速今週のイラスト、先ほどね、ご案内いたしましたけれども、見てみましょうか。ほうほう、こんな具合でございますね。はい、私このコーナー初めてなんですけどね、皆さん上手ですね、はい、もう本当にいっぱい来ている中の、ごく一部を今ご紹介しておりますけれども、ね、
ロバートも一生懸命やっておりますけど、それじゃああと美穂ちゃんにお任せして一つ、そうです ね、メンバーのみんなに選んでもらいます、はい、美穂ちゃんよろしく、はい、では選んでもらいましょう、はい、これはズズズッとこちらに来ますんでおメンバーの方にやってきましたね、はい、はいはい、どれを選んでくれますかね、楽しみです、なんか漫画チックのもあるしね、うん、こう緻密に書いてあるのもあるんですよね、うん、はい、それでは一人一枚ずつ選んでください、ね、みほちゃんね、うん、何でもいいです、気に入ったもので結構、それを言っておけばよかったですね、選手はね、ハートはラブリーキャット、ラブリーキャット、私も今日ほらイヤリング、ラブリーキャットのイヤリングしてるんですけどね、ね、それでは一つ、剥がしてあげてくださいですね、一枚ですね、誰でもいいです、一生懸命メンバーが選んでるんですけど、もうそれほど考える必要もないんじゃないですか、自分のフィーリング、ジャストフィーリング、はいはいはい、1枚選んでください、こちらに持ってきてくれた、ロバートの気に入ってるのはですね、なんとこれだということですけど、おどれどれ、あ、なるほど、なんか漫画チック、漫画チックでございますね、はい、こちらでございますね、はい、2枚目、はい、そして2枚目、はい、おー、これが、はい、こちらいただきましたのが、はい、先ほどいただいた桜市の奥田智子さんがですね、いただきました、はい、どうもありがとう、はい、こちらの、はい、こちらですね、はい、こちらでございますね、こちらの方にいただきましたのは匿名希望のペンネームキニーさんが、こちら2枚選びます、あと3枚ですね、1つどんどんと選んでいただきたいなと思います、もうメンバー一生懸命全員でやっておりますから、自分たちの似顔絵も一生懸命描いてる上に描けるんでしょうかね、なんかいろいろといろいろと描いてますけど、後で見せてもらおうと、楽しみですね、この辺にも実に一生懸命選ぶというところに彼らの生真面目さがなっちゃって、そうですね、全然関係ない、もう適当にちょんちょんと選ぶはいいんですけれども、やっぱり真剣に選んでいいです、やっぱりファンの方が一生懸命描いて、はい、お、またロバートお待ちください、はい、これで3度、はい、はい、こんな具合のところでございます、あと2枚、1つぜひ持ってきてくださいませ、こちらの方は、龍ヶ崎市の浅野弘子さんからいただきます、バイトの、みんな可愛いですよ、可愛いですね、なんか漫画チックのが多いですね、やっぱり今週は漫画チックなのが良かったと思います、意外と、ね、イラストコンテストがかなり最近はシリアスなものが多かったんですけれども、あ、そうですか、それが1等賞、2等賞取ったんですけど、今週は可愛いのが一番いいなと、で選んだんですけど、本当真剣な顔して可愛いのを選ぶってところが、これまたなんともいいですね、はい、ああなるほど、もう全員興味、やっぱり何でしょうね、音楽作るときもこうやってみんなで一生懸命興味しながらこのキュアのメンバーっていうのを作ってもらって、はい、ね、はい、プラサイコ、はい、これいいですね、おお、そうですか、かわいい、かわいい、こちら行きましょう、こちらが、神奈川県の横浜市からいただいてますね、いい森恵子さんからこちらですね、はい、そしてこちらの方ですね、はい、こちらの方もあの、いただきましたけど持てますか、全部、はい、全部持てました、はい、以上の方が、はい、そうですね、キュアの特別賞に決定いたしました、はい、おめでとうございます、この5人の方にはですね、アイスイーの製品よりエリスグッタイラストグッズをプレゼントいたします、うんうん、おめでとうございます、はい、どうもおめでとうございます、お問い合わせはこちらの方でございます、はい、製品に関するお問い合わせはこちらですね、アイスイーまでどうぞ、はい、どしどしとお寄せくださいませ、さてメンバーがみんな一生懸命自分たちの似顔絵を描いてくれましたけども、じゃあちょっと一つ見せてくださいね、そうですね、はい、はい、こんな感じでこうぜひ一つ見せてください、面白いけどね、なかなかね、うん、はい、そして2番目が、おー、魚を描いてる、おー、これ誰を描いてるんですかね、いろいろやってます、なかなかみんなうまいみんなうまいもんじゃないですかね、そうね、全長いですね、はい、次、はい、はい、サイモン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 、誰のですかね、これね、分かるような気がします、もしこさんなんですか、あ、お隣を描いてもなるほど、なんかいろいろ言ってますけど、あ、みんな、あ、これは全員ですね、全員ね、あ、はい、はい、どうもありがとうございました、じゃあ一つ、後ろにあの皆さんサインをしていただきましてですね、個人個人ので、これをあのテレジョー7をご覧の皆様方にプレゼントすることにいたしましょうね、はい、さあそれでは、1曲それではこれから聴いてみることにいたしましょうね、せっかくキュアのメンバーが来たんですから VTR もじっくりと見ていただこうと思います、それじゃ あのロバートに、紹介してもらいましょうね、ビデオジョッキーで一番最初の曲は何をやっていただけるんですかね、はい、それじゃあ美穂ちゃん一つ、ロバートにですね、曲を紹介してくれと言ってくれませんか、美穂ちゃん、ね、ロバート、
Would you introduce your video clip? What kind of you show? The caterpillar. All right, which camera? The caterpillar. This is the caterpillar. いいですね。自分の VTR を真剣に見ているというロバートの表情です。一つみんなから質問がいろいろ来ましたのでですね、はい、ロバートへの質問結構多かったんですけども、一つ3つぐらい質問してみたいと思いますけども、茨城県のこれ下館市の三越明美ちゃんから来まして、ロバートへの質問、メアリーとは結婚しないんですか？OK, Robert, this is a fun lady of yours. And she's asking you, are you going to marry with Mary? Not that I know of.まだ、しない。また将来は結婚するんですか？ Are you going to marry? Sorry? Are you going to marry someday? I doubt if Mary would ever marry me. Are you ready? I very much doubt if Mary would say yes. 夢見てるけれども、まだ分かんないっていうのを言ってるのかな。なるほど。そうですか。結婚に夢がありますからね。今度は稲毛海岸の山村美穂子さんからいただきましたけど、ロバートに髪をバッサリ切ってしまってすごくショックだったんですけども、心境の変化ですか？これからまた伸ばすんですか？ちょっと伸びてますね。そうですね、はい、じゃあちょっと聞いてみます。 This is a question to Robert again. You cut your hair so shortly, and do you have any changing in your self? Yes! そうだなんです。まだね、あ、ケンジ言っておりますからでもね。Are you going to have a longer hair again? I don't know. It's quite long. I might cut it off soon. I don't know. When I cut it off, I get all sort of like that. So. ね、まだわかんないっていうようなこと言ってましたね。髪伸ばしますかなんて聞いたらまだわかんない。まだわかんない。そうです。これはメンバーのみんなに質問なんですけども、ファンレターはきちんと読んでますか？ Do you read fan letters from Japan? Do I read them? Fan letters.Fat letters. Fat letters. yeah, I answer them as well. 読むそうですね。うん。え、読みます。そうですか。おお、いいですね。これペンネーム匿名希望の方から25日に読んでくださいということでいただきましたけど、もう一つぐらいなんかいきましょうかね。ちょっと真面目な質問いきましょうか。一番影響を受けたミュージシャンは誰ですか？ There are so many musicians in the world.Which group or which musicians you influenced? The Chieftains. The Chieftains. Do you know? Hoshino-san. Hoshino-san. Oh, Cheap Trick. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no.何ですか、星子さん。何ですか、星子さん、聞いてあげてください。Or the, you know, like the Pogues. You know the Pogues? A Pogues!Folk. Folk. That's similar sort of. Folk song. Folk. Folk. The band. Oh, oh. Ah, Chieftains. 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 Oh, Hoshino-san, do you know this band? Sorry, I don't know. Oh, this is a bit interesting. Yeah, I heard Chieftains. I heard it just now. It's different. I thought it was different. I thought it was different. I said it. Chieftains. If you know someone, please let me know. Yes, please. Please let me know. 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 Please let イエーイ。おい、お口クチクチュー、もんだみしたか。もう、従ってください。はい、よろしくどうぞ。どうぞ。どうぞ。やりたいそうなんで。はい、どうぞ。Are you coming to Japan this year for concerts? This year.This year? No? When? あ、みほちゃん、通訳してください。今年来るんですかって聞いたロバートが、うん、今年は来れないけど、来年の2月には来たいなって。もうその質問ばかりですけどもね、先ほどからね。はい、続いて。新しい LP、なんで突然2枚組にしたんですか？ Okay, why you decided to make a double album?Why you make a double? Because we had a lot of good songs. We had too many good songs to fit on a single album. 書いた曲が全部良かったんで、それを全部収めたかったから2枚組にしました。
はい、あともう一人ぐらいいたんですけどもね。はい、じゃあ彼女いらっしゃい、こっちいらっしゃい。私が行っていいですか。はい、いいですよ。映画、あ、キュアが作った映画 あのキュアインオレンジについて教えてもらいたいんですけど。 Okay, Robert, could you explain about the film The Cure in Orange, the full story? Yeah, Orange is a place in France, and it's us on stage in Orange one night last summer, playing lots and lots of different songs. It's like a concert of The Cure in a really strange place, filmed in a very strange way. Strange film, very strange group. I see. The Cure, made in France.それからオレンジっていうステージ、コンサートステージで作りました。まあ、とにかく彼も言ってましたね、ストレンジなフィルムだから、もうとにかく面白い、おかしなフィルムだから、そういうことです。はい、まあ質問はじゃあこのぐらいにいたしましてですね、それでは一つ、キュアの人たちにですね、美穂ちゃん、エコアンズ・ザ・バニーメンをどう思うか聞いてください。OK。Robert, what do you think of the Echo and the Bunnymen? I like them, they're really good. 好きですって言ってますよ。好きです。はい。そうですか。それじゃあ一つ、Echo and the Bunnymenの VTR を見ようと思ったんですが、時間がないんでやめまして。そうですね。日本にもう3回来た人もいれば、初めての人もメンバーの中にいると思うんですが、それじゃあ一つ、丸バツのカードを、メンバーの方に配ってあげてください。メンバーのみんなが一体日本についてどのぐらい知ってるのかということをこれ一つ丸とバツで答えていただきたいと思いますけど、合ってると思ったら丸、ダメだと思ったらバツですね。はい、それじゃあ由美ちゃんに通訳してもらいましょうね。はい、1問目です、よろしいですか。1問目いきますよ。どのぐらい知ってるかな、これはまず多分1問目はおそらく知ってると思うんですけれどもね。マウント富士、富士山は日本で2番目に高い山である。Okay. 丸か×か。日本で2番目に高い山である。丸か×か。はい、どうぞ。はい、どうぞ。みんな知ってるからね。大変なもんですよね。丸にした人には。一人丸の人がいた。あれは冗談でしょうね、多分ね。そうでしょうね。2番目、京都の舞妓さんは全員独身である。京都には随分何回もね、ロバートなんかも行ってると思うんで、舞妓さんも多分見てると思う。見てみましょうか。京都の舞妓さんは独身である、ね、はい、全員独身である。たまには結婚した人も。はい、はい、どうぞ。よく、あ、全員丸じゃないですか。す、ね、全員丸。よく知ってます。またロバートがバーツ出した。裏切り者が一人いるようで。よく知ってますね。これなんか結婚するとなんか芸妓さんになるらしいですけどもね。よくわかりませんけど、私もそういうその辺の世界はよくわかんない。3問目、相撲見たことありますかね。昨日まで国技館で行われていた相撲ですけれども、相撲は日本人力士しかいない。日本人のレスラーしか相撲はいない。外国の力士は相撲を取ってはいけない。丸か×か。これ日本を研究してると意外と分かれたんですけどね。はい、はい、それじゃあどうぞ。はい、どうぞ。丸か×か。はい、日本人力士しかいない、うん、じゃあ名前知ってますかね。すごいですね。じゃあロバートにちょっと聞いてみましょう。名前、日本人以外の外人レスラー誰知ってます。 Yes, yeah, in fact we know an English sumo wrestler. YeahHis name is Mick McGinty. Mick McGinty. Mick McGinty っていうのがロンドンにいるそうです。相撲。Mick McGinty よくわからないですが、高見山の別名でしょうかね。小錦の別名。いっぱい外人力士いますんで、よくわかりませんけど、まあいいでしょう。また後ほど解明することにしまして。それでは4番目の質問。星子さんからしてもらいましょうか。こういう質問なんでございます。あ、そうですか。はい、じゃあすぐ通訳してくださいね。4番目はですね、これですね、ビバロックは、日本で一番、有名な雑誌である。お、みんなに笑われていますけど、ね、なんで笑いが大きいんだ。なんで笑いが大きいんだ。素朴な質問ですね、これ。マルカバスか。ビバロックは日本で一番売れているレコード。どういうもんでございますか。全員バス、みんな知ってるんだよ。鋭いところついてきますね。ユーモアがあるんですね。次は一つ、最後の質問いきましょうね。日本で今一番人気のある外国のグループはキュアである。
一番人気のあるグループはキュアだ。おお、迷わずですね。これはバス出す人いないでしょうね。はい、ということでどうもありがとうございました。キュアへの公開質問でございまして、それでは、一つ、曲をかけたいと思いますけども、今度の曲は何の曲をかけるわけですか。エコアンズバニメンやりまして、他の曲をかけるかなと。もう一つぐらい質問いきますか。じゃあ一つ公開質問でもう少しぐらいなんか質問していいんだって。さっきあ、はい、げた人。後ろの方しかいないですか。前の方いないですか。誰か。はい、はい、じゃあ一番奥の方の方いらっしゃいね。はい、こっちの方いらっしゃい。皆さんは一体ここのスタジオがどういう具合になっているのか、まあ、全体図を見てみますと非常によく分かりやすいんでございますけども、こんな具合にいっぱい来ておりましたね。もう大変ですけども、まあ、2人来ました、ね、カメラの前を通ってきましたけどね。いいですね。はい、それじゃあ一つ、美穂ちゃん、マイクをちょっとこちらの方に持っていってあげてね。はい、はい、質問を受け付けてあげてください。制服姿できましたけど、はい、はい、何でございました。どうぞ。はい、なんでロバートは音楽やってるんですか。自分のためですか。それとも人にのためですか。シリアスです。 Why you decide to why you become a musician? Is it why? 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 Any reason? Why do you decide to be a musician? Because we enjoy it. 楽しいからやってます。For your own thing? For yourself? Huh? This is for your own? For our own. For yourselves? Or for yes, others? Yes, well, I think everything we do is very selfish. If other people like it, it's a bonus. We do everything for ourselves. Go on, wear it. Thank you very much. やった、おかめ。やってください。なんかいろいろ自分たちで楽しんでるんですけどもね。はい、もうじゃあちょっと見てみましょう。どういう具合になるかね。そうですね。こんな具合になりました。はい、どうもありがとうございました。なんか分かりやすいか、本当不思議そうな顔してるんですけど。それでは一つ、千葉テレビからですね、キュアの皆さんにお土産があるんだろうね。何をプレゼントしてくれるんでしょうかね。Okay. まあ日本のお土産いろいろとありますけど、じゃあ美穂ちゃんの方から渡してあげてくださいました。何をくれるんでございましょうか。ほう、じゃあちょっと開けてみましょう。どういうものなのか。Would you open that up, please? Would you open that up and show to the people? なぜ千葉テレビですんでね。そうですね。そんな豪華なもんでしょうね、多分ね。すごいものが多分出てくると思いますけどね。まあ、ダイヤモンドじゃない。おっ、ブルーリン。いいですね、なかなかね。それから。なんか耳につけてるようですけれどもね。何なのかわからないですよね。これ後で説明するだけです。そうですね。はいはい。いただきます。どうもありがとうございます。はい。さて、キュアの皆さん方に来ていただきます。これは一体何をするものか、じゃあちょっとユミちゃん質問してあげてください。いろいろ興味深いですよね。あ、はいはい、じゃあユミちゃん質問してください。Do you know what for? The bell. Bell, yes. Keep away evil spirits. No. It's not. 精神的なものを言ってるようですけど。Oh, なるほど。But I know, it's in case you get lost when you're shopping. You know, if you're shopping and you got one of these on.どこかにぶる下げるような感じ、まあ、ぶる下げてね、まあいろいろ使ってもよろしいですけど、まあ、ね、せめて夏使ってくださいとね、そういうふうに言っていただければと思いますけど、はい、キュアのメンバーの皆様方どうもありがとうございます。それでは一つ一曲聴いてみることにいたしましょうね。聴、はい、きといえばやっぱりこの曲でございますね。 Why can't I be you? どうぞ。これから始まりますけども、これムーンリットマーケットなんですけども、これ、キュアのこともいろいろ載ってそうですよ。小倉恵美子さん、千葉市、千葉寺695-280まで連絡ですよ。いろいろとこんなファンクラブの開放なんかもぜひテレジオセブンの方までどしどしとお寄せください。一つ積極的にご紹介したいと思います。ムーンリットマーケットでございます。はい、それでは一つ、なんでございますね。映画のご招待をいたしたいと思います。